鉄道アイドル伊藤桃がふるさと野辺地町の魅力を紹介する。雪国青森、寒そうと思っている方もいるかもしれませんが、この雪も魅力の一つなんです。青森県野辺地町は陸奥湾に面し、自然の恵みが豊富なところ。かつては北前船の港としてにぎわっていました。野辺地町は雪国青森の中でも有数の豪雪地帯。冬の楽しみ方は様々ありますが、おすすめはこちら。そう、雪景色を見ながらの露天風呂です。お湯も柔らかくて気持ちいいです。雪景色も綺麗で、ずっとここにいたくなっちゃいます。そしてこちらも旅の楽しみの一つ。そう、食事です。あったかい野辺地町の郷土料理が身も心も温めてくれますよ。これは河原鉄名茶を使ったしゃぶしゃぶなんですよ。かつて北前船で上方から持ち込まれた河原鉄名という豆科の植物、それを煎じたお茶を使ってのしゃぶしゃぶは野辺地ならではです。でも鉄名茶の匂いがするからちょっとなんか優しい味わいになってますね。美味しいです。野辺地町に関するお問い合わせはこちらまで。野辺地町、ぜひ一度遊びに来てくださいね。